ボンゴ氏は、奥中の紅葉樹。カメルーンを中心として、西アフリカの広範囲に分布する。別名はガーナ及び、コートジボワールの現地語の一つ、ゼマ語に由来するアソベなど。ガンビア、ギニアビサウ、ギニア、シエラレオネ、リベリア、コートジボワール、ガーナ、ベナン、ナイジェリア、カメルーン、赤道ギニア、ガボン、コンゴ共和国。 今後民主共和国、ウガンダ、スーダン、中央アフリカ共和国、チャドに分布する。ガーナでは、常緑林及び湿潤落葉林に見られ、群生することが多い。ウガンダでは、さほど多くはないものの、高雨量の多い草原や森林地に、赤鉄化のシアーバターの木と共に生えている場合が、極めて多く、5から6月に、実が裂ける。樹高60メートル以下の大航木であり、 樹幹は、通直、円柱型で、計1メートル、低いバンコ根ンを伴うこともある。樹皮は、赤サビ色あるいは海国色で深く裂け、ボロボロと剥がれ落ちる。コルクのような感じの場合もある。葉は、単葉で、前縁、長楕円型で、覆う糖、くさび足、角質、能力色であるが、新芽は赤色で、枝端に、束製する。長さは、 大抵の場合3 0トルである。側面の葉脈が数多く見られ、平行で中六まで曲がっている。葉園は葉状で、基部は細く茎まで約2センチメートルである。花は大きな長生の登場花が樹幹全体に見られ、方向があり、それぞれ幅2 5センチメートル、5つの不揃いな花びらと5つの学片を持ち、中央には 数多くの黄色いおしべが見られる。塩水果樹である。果実は、果てで純木質、塩水型で、不揃いな大きさの二翼を持つ。長さは3センチメートルで、一方の学品は1 0トル、もう一方のものは6センチメートルで、果てが落下する際に散布を助ける役割を担う。果てが裂けて出てくる種子は、卵形で、茶色く、1から5センチメートルである。 ボンゴ資材本種の木材で舗装された橋木材としてはチョコレート色をした外観、機関比重は1.00と大きく他の木材と比較して固く腐食に強いといった特徴がある。ただし無加工であれば色彩は退色し、ねじれは大きいといった木材利用のデメリットがある。ヨーロッパでは工場や倉庫の床材など荷重を考慮しなければならない部位の 建築材に用いられる。日本では、1990年代以降、ガーデンテラスやウッドデッキ、木標の素材として徴用されることが増えてきたが、腐食に強いことが全面に出るためメンテナンスフリーと誤解されて、トラブルとなる事例がある。シエラレオネ、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリア、カメルーン、赤道ギニア、ガボン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ウガンダ、 ボンゴシ属は、ボンゴシとローフィラ・ランシーラタ・ティーング、X キーの2種からなる属である。L ・ランシーラタは、熱帯アフリカ西部から、ウガンダ北部にかけて分布するが、採取された標本が、ボンゴシとご同定されるほど紛らわしい場合がある。このバココ語は、エセナラグ第18版によれば、次の2つを指す。いずれも、カメルーンのバントゥー語である。1、バココという言語。 に、オロコ・ゴラココ方言。エセナラグ第18版によれば、コンゴ共和国で、バビンガ語というと、赤語あるいは、ワンベ語のいずれかを指す。エセナラグ第18版によれば、同盟の言語は、複数存在するが、コンゴ共和国で話されているとされるものは一つも、存在しない。ただ、中央アフリカ共和国において、コンゴ共和国と接するロバイエ州で話されるんばちの、 別名の一つが孫語である。エセナラグ第18版には、今後民主共和国の言語として、この故障を持つものは見られない。ただしステイナーでは、P333 や P335 において、この訓図と、モンゴ語の故障が共通している事例が見られる。またエセナラグでのモンゴ語の項目名が、モンゴンキンデューで、ンキンデューは、モンゴ語。 人気運動方言の別名のこととされているという点にも留意されたい。ありがとうございます。